京王八王子駅は東京都八王子市明神町3丁目にある京王電鉄京王線の駅、京王線の終着駅である。駅番号は小34。当駅は JR 八王子駅に乗り換える人も少なくないが、そこから北東に約400メートル離れており、通常乗り換え案内は行われない。地上は駅ビルの京王八王子ショッピングセンターである。 なお、かつては JR 八王子駅前まで乗り入れる計画が存在したが実現しなかった。1925年3月24日に、多摩南電気鉄道の終点の東、八王子駅として、八王子市明神町の甲州街道沿いに開業した。駅名は、国鉄八王子駅の東側にあったことに由来する。翌1926年12月27日に、 多摩南電気鉄道が京王電気軌道に合併されたことにより京王電気軌道の駅となり新宿駅への直通運転が開始された東八王子駅時代八王子市内を走っていた路面電車の武蔵中央電気鉄道線が現存していた頃は駅前の甲州街道上の停留場から高尾山方面へ乗り換えていくことができた終着の高尾橋停留場は 高尾登山電鉄ケーブルカーの清武駅から数分のところにあった。1927年12月13日に、京王五両線の軌道特面元が降りる。京王五両線建設の際には2つのルート案があり。一つは、当時の東八王子駅を降下化した上で、八王子市街地北部と同市横川町付近を経由し、多摩五両付近へ京王線を延伸する北回り案。 もう一つは、北の駅から分岐して、片倉町を経由し、国鉄中央本線と甲州街道を高架で、オーバークロスして、多摩五両付近へ至る南回り案であった。八王子市街中心部を経由する北回り案に対しては、八王子市議会が、市街地が鉄道路線で分断されるとの理由で反対した。慶応はこれに対し、中心市街地の活性化にもなると主張したが、 市議会は、慶応の主張を受け入れず、東八王子駅の廃止を要求した上、中央本線の交差部から北東に向かい、大和田橋付近から浅川沿いに精神するという対案を主張した。このため慶応五両線は、北野駅を起点に、片倉駅経由で、玉五両前駅へ至る南回り案で建設された。詳細は、慶応五両線北回り案と、 南回り案を参照、京王電気軌道は、戦時統合により、1944年5月31日に、東京急行電鉄に並行され、東八王子駅も、東急京王線の駅となった。翌1945年8月2日の、八王子空襲では駅舎を消失した。大東急の戦後復興計画の最重点項目の、一つに、国鉄八王子駅への乗り入れが挙げられ、 同駅北口の東側に駅用地が確保された。1948年に東急から京王が分離独立した後も駅用地は京王が保有していた。1963年12月11日には八王子市の都市計画に従い北の寄りに200メートル移転を余儀なくされている。この際に駅名を京王八王子駅に改称した。百八十九年四月二日には 京王八王子駅が地下化され、同年12月20日には駅前に京王八王子高速バスターミナルも整備された。また、駅地下化に伴い地上部分に駅ビルが建設され、1994年9月15日に京王21として開業、1999年3月27日に現在の京王八王子ショッピングセンターに改称された。 なおこのショッピングセンター開業の際には、1960年代から1970年代にかけての八王子駅周辺への百貨店進出の時ほどの激しい反対運動はなかったものの、地元商店会などの要望により取り扱い品目を限定せざるを得なかった。JR 八王子駅北口の駅用地は暫定的に1992年まで、 京王亭と電鉄バス、八王子営業所として使用していたが、最終的に乗り入れ計画が断念されたため、同年3月25日にバス営業所を現在地の長沼町へ移転、駅用地に京王プラザホテル八王子を建設して1994年9月9日に開業した。当駅の地下化後は、八王子市議会は市長を一転し、当駅から甲州街道の地下に、 京王線を延伸して、商店街水帯の著しい横山町、八日町の活性化につなげてほしいという意見を出してきたが、京王側は採算が取れないとして難色を示した。これは地下化後の当駅が中間駅構造ではなく、北方を向いた東端駅構造となったため、延伸には駅構造の大幅な改造を伴い工事に多大なコストがかかることも理由となる。 島式ホーム一面二線を有する地下駅であり、ターミナル駅特有の東端式構造が取られている。線路は構内で途切れており、仮想余裕もないため、列車到着時は京王線新宿駅同様にゆっくりと入線する。ホームは地下2階にあり、車止め正面に2カ所ある改札口のうちの西口がある。中央口及び駅事務室は地下1階にある。トイレは、 中央口改札内と西口改札外にある京王電鉄の他の駅と同様、反転フラップ式発車表が長い間使われてきたが、2005年夏頃に LED 式発車表に更新された。なお中央改札口の発車表は一時的に液晶ディスプレイによる発車案内が行われていたが、LED 式発車表の設置完了後に撤去された。 2011年11月16日からは、地元八王子市出身のロックバンド、ファンキー・モンキー・ベイビーズの楽曲を、オルゴールアレンジしたものが接近メロディとして、使用されている。1番線がヒーロー、2番線があと一つである。2018年度の1日平均乗降人員は59,486人で、京王電鉄の八王子市内の駅では、南大沢駅に次ぐ、 第二位である、乗降人員及び、乗車人員の推移は、下記の通り、国道20号に近く、朝夕は、都立南多摩高校の生徒の利用が目立つ。以前は22時以降は利用できなかったが、2006年6月頃より、初電から終電まで、利用可能になった、京王八王子バスターミナル京王八王子駅、バスターミナル乗り場路線バスは、京王電鉄バス、京王バス南、 西東京バスにより運行されている。なお、路線詳細は、各事業者の営業所記事などを参照。京王八王子駅2007年3月31日まで、高速バス、空港連絡バスは、駅、西口出口付近にあった京王八王子、高速バスターミナルから発着していた。京王電鉄京王線、京王ライナー特急、準特急、急行、区間急行、快速。 各駅停車北野駅京王八王子駅、ありがとうございます。